教員の質っていうものも落ちてます。で、多くの NGO 団体の方が、カンボジアに支援入られていますが、人員不足や、財政などの問題もあって、支援に、支援がうまく進んでないのではないかという、声が上がっております。で、そういうのもあって、私たちは、少しでも多くのカンボジア人の子どもたちが、学校に通えるようにしていきたいなと思いました。で、実際の、プロジェクトの活動に移るんですけども、主に2つの軸、を置いております。で、1つ目は、交流学習支援というところなんですけれども、交流学習支援っていうのは、日本の小学生とカンボジアの小学生を、の交流をサポート